はい、どうもこんにちは、サスタイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今回ご紹介するのは、僕が最近好んで使う言葉、安倍政権のそっとじ外交もう一回言っときましょうか。安倍政権のそっとじ外交でございますが、またまたそのそっとじの片鱗を見せる記事が載っておりましたんで、皆さんにご紹介させていただきます。朝鮮日報より、見出しがですね、今や安倍首相のそばに韓国通はいない、韓日関係で助言してきた金杉外務審議官、10ヶ月で更迭。なんか更迭と呼ぶと言葉の響きからとっても冷たいような印象がありますが、そんなことはないですね。僕笹山も含めてご覧の皆さんも韓国には生暖かい風を送ってるかと思うんですけどもね。はい、それでは早速本文を読んでいきましょう。日本の安倍首相はこのほど外務省を代表する韓国通と言われる金杉健治外務審議官を任命から10ヶ月で更迭した。金杉審議官の後輩で国際協力局長に昨年任命された鈴木秀夫前駐韓日本大使総括講師も待機発令を受けた。昨年の八千翔太郎国家安全保障局長に続き、日本のコリアスクールの座長閣である金杉氏まで退き、安倍首相に対して韓日関係について助言できる人物が消えたとの声も上がっている。日本でコリアスクールとは韓日関係を専門とする外交官の通称だ。おっとおっと、これは軒並み韓国通のコリアスクールの方たちが外交の一線から退けられてしまうという、なんかもうね、この辺ね、これから記事を読まなくてもすでに来るべきことのためのね、一手を打った感もありますけれどもね、なんとなく想像できますが、はい、それで東京の高位外交筋は26日、金杉外務審議官が1年足らずで退き、外務省やその周辺に大きな衝撃を与えた。これで安倍首相の周辺で韓国のことに神経を使う人は一人もいなくなったと語った。日本のメディア界のある幹部も、次官候補にまで名前が挙がっていた人物が短期間で退くのは前例がないと言った。まあでもですね、前例がないと言いましても、そもそもここ最近の世界情勢はほぼほぼ前例のないことばかり起きてますよね。新型コロナにせよ、ロックダウンにせよ、あとこの米中のね、領事館お互いに閉鎖し合うだとか、全く前例に習ってませんよね。なのでもはやこの人事レベルでは前例がないうちにも入らないと思っちゃうんですけどもね。はい、では続けましょう。金杉氏が外務省の要職である北東アジア課長、アジア大洋州局長を得て、長年韓日関係に関与してきた。2011年3月11日に東日本大震災が発生した時は、韓国の救助隊を最初に受け入れようと言ったのも金杉氏だった。おや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 、あれですか、例のあれですよね。ちょっと言葉に出しちゃうとまた広告が荒れされちゃうんで、皆さんのご想像にお任せしますけども、まあとんだ受け入れだったっていうことだけは確かですよね。はい、それで、2010年代半ばには在韓国日本大使館総括講師を務めた。昨年9月に経済担当外務審議官に昇進した後も安倍首相と頻繁に会って韓日関係について助言してきた。なるほど。だとすれば、その助言は必ずしも的を得ていなかったと、そういうことなのかもしれませんね。そうじゃないと外さないですよね。ちゃんときちんとしたアドバイスで的を得ていれば、的確であればですね、ずっとそばに側近に置いておくわけですからね。はいはい。それで、金杉氏の後任には安倍首相の秘書官を8年間務めた鈴木博氏が任命された。鈴木新外務審議官は在韓日本大使館広報文化委員長を約3年間務めたが、局長の経験はなく、韓国関連業務に深く関与していないため、コリアスクールに分類されていない。なるほど。韓国の日本大使館に勤務経験はあるけれども、それほどどっぷり使ってはいないと。そういう人物を今回当てたということなんですね。はい、それで、金杉氏より前の2014年から15年まで、イ・ビョンギ駐日韓国大使と、韓日慰安婦合意交渉をした八千翔太郎氏も国家安全保障局長を昨年9月に退いた。このような流れは差し押さえられている韓国国内の日本企業の資産が来月以降現金化される場合の強硬対応を予告しているとの見方もある。今回の人事で昨年の対韓国輸出規制を主導した今井首相補佐官兼秘書官の独走を阻むことができる人がいなくなったとの声も出ている。おしまいと。ということで、この流れを見てわかるのは、昨年の夏くらいまでは八千翔太郎国家安全保障局長、それから金杉健治外務審議官、そして鈴木秀夫国際協力局長、こんな感じで三枚看板で
交渉していた経緯がなんとなく透けて見えますよね。で、輸出管理3品目だとか、ホワイト国だとか、ジーソミアだとか、そこにまたね、徴用工賠償も混じって、韓国の下交渉をしていた。まあ、どこまでね、下交渉をしていたのかっていうのはよくわかりませんけども、少なくとも外交チャンネルとして筋の通った人材を配置していましたと。ね、3枚看板でね、ポンポンポンと。で、それから1年経ってみたんだけども、どうやら現在はこの人材配置では適切じゃないよと、そういう風に映ったんでしょうね、官邸にはね。で、まあ、むしろ韓国にとってはね、でもおめでたい話だと思うんですよ。生実家話のわかる人間が交渉をね、担当すると、どうしてもお互い人間ですから、情にほだされちゃうってこともあるじゃないですかね。それによって、正常な判断が間違ってしまうね、正常な判断を下せない場合が出てくる。こんな可能性もありますからね。ですから、単なる人的な相手の方が、こういう世界ね、混沌とした状況下では、相手に忖度して仕事をするだとか、そういったことがなくなりますから、そういう面ではですね、両国にとって仕事がはかどるかもしれませんしね。で、少し厳しめに言っちゃいますけども、そもそも韓国にもジャパンスクールと言われる、いわゆる日本通の外交官ってのはいたはずなんですよ。少なくても、パククネ政権まではそういう人物がおりました。でも、パククネと真逆の外交をやりたいと思っているムンジェイン政権下においてはですね、やっぱりこう反日姿勢を強めなきゃ、勝負にならないと。ね、対日本に対してどうこうというよりも、やはり、国内の世論を、その反日だとかそういった部分を利用して、自分たちの支持率を高めるためにも、やっぱり反日姿勢は、崩したくない、強硬姿勢を取りたいという形で、そういったジャパンスクールだとかね、親日派だとか、あるいは知日派と言われている連中を外さざるを得なかったと。なので、ムンジェインがトップになってからというものを、チョンワでは日本通の官僚が官職に追い込まれ、仕事らしい仕事を与えられてないというふうにぼやいていましたよね。うん、ムンジェイン政権発足してから、1年程度ぐらいの朝鮮日報だとかにはそういった記事が、いくつか載っておりましたよ。つまり、韓国が先にジャパンスクールを日本通を外したのに、今になって日本がコリアスクールの韓国通のその外交官を外してね、それでぼやかれても、いや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 、むしろ優秀なムンジェイン政権の人事シフトをよく眺め、よく観察し、よく学んでお勉強させてもらって、そして、コリアスクールの人材を外しましたと。そういうことなんですよね。わかります?韓国さん。でですね、先週のこれ中央日報の社説に載っていたんですけれども、手短に読み上げますが、韓国大法院強制徴用判決の現金化自体、政府が決断を、てな感じでね、これかいつまんで読みますが、韓国大法院は2018年10月、強制徴用被害者勝訴の判決を下した。新日鉄住金を相手取った訴訟で、原告に1億ウォン、これ日本円で約900万円ですけどもね、この慰安婦料を支払うよう命じた。その後、韓国で進行中の日本徴用企業の資産に対する差し押さえ申請は約10件です。早ければ今年8月4日に現金化のための手続きが始まるという。これに対して日本は現金化が韓日関係に深刻な状況を招くため、韓国政府が前に立って解決するよう求める立場だ。韓国側が現金化を断行すれば報復措置を取るという報道が出ている。もし韓国が現金化を敢行するなら、日本はあらゆる方法を総動員して対応するだろう。例えば、韓日投資保証協定違反を口実に国際投資紛争解決機構に開封したり、韓国が応じなくても ICJ に一方的に提訴して正当性を対外的に広報しようとするだろう。憎しみと不信を今後も先送りしたり永続させたりしてはならない。そろそろ決着させる国民的決断が必要だ。指導者の勇気と国民の支持を結集してこそ可能なことだ。と、まあ、こんな感じで、中央日報の記事ではですね、ちょっとした韓国政府内の焦りっていうんですか、焦りっていうか、なんていうか、まあ、慢心に対する、こう、警告、アラートみたいなものを出しているんですけれどもね。ただ、まあ、こんな感じで、8月4日に備えて日本が人事を刷新したということは、押して知るべしとは思いますけども、韓国政府でこれに注意を払ってる人間がどれくらいいるんでしょうかね。ほとんどいないんじゃないでしょうかね。相変わらずムンジェイン政権は北の様子ばっかり気にしてるようですし、ムンジェイン外交のね、この3年間見てきてもね、私、ササヤみたいな韓国ウォッチャーからしてみれば、より鮮明に日本とは反対方向に行くっていう風に、まあね、これ、道筋が出ているようなもんですし、今、ムンジェインがですね、置かれている立場、国内事情も相当ちょっとね、危ない水域に来ておりまして、ね、支持率だとかね、日本に計算高い計略をするなんてことはですね、事実上不可能なんじゃないでしょうかね。まあ、それはそれでね、全然構わないんですけどもね、日本的にはですよ。
しかしあれですよね、ムンジェインって分かりやすい大統領というか、彼がどう行動しても何のサプライズもないというかね、またいつもの、ね、昔の音楽が流れてるなーってな感じで、普通な感覚で行動が読めちゃうのがね、それがまた逆に僕的にはですね、興味がそそるね、なんかね、憎めない人間なんですよね。素直というかね、予想したら予想通りのね、行動が出てくるみたいなね。まあまあこんな感じで、とりあえずあとね、8月4日まで1週間になりますけれども、もしかするとお得意の延期に次ぐ延期攻撃があるやもしれませんが、宝くじでも買ったつもりで、皆さんね、その抽選日を待つつもりでしばしお待ちください。とまあこんな感じで、今日も最後はほっこりとした謎かけで締めたいと思います。金杉外務審議官とかけまして、訴えられた新鉄と解きます。その心はどちらも鋼鉄です。まあさっきも言いましたが、韓国の外交ってなんて言うんですかね、もうあの筋が見えてるっていうんですかね、これからやろうとしてることがなんとなくもう分かっちゃってるんで、だからあの日本政府もね、対処しやすいと思うんですよね。アメリカだとか中国だとか今バチバチやってますけど、そんな問題に比べたら韓国ってなんとなくもう手が読めちゃうじゃないですか、っていうか新たな手が見つからない状態じゃないですかね、うん、だからまあね、なんて言うんですかね、やっぱりね、そっとち外交最終的にはそっとち外交でそれでいいんじゃないかなと思います。ということで、本日も面白かったやためになっていた方はですね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。